睡眠の瞑想プログラムへようこそ。まずベッドやソファーなどの上で仰向けになっていきましょう。枕やブランケットを動かして自分が一番心地のいいポジションを取ります。足や腕は好きなところに置いていて構いません。電気を暗くするか完全に消して、なるべく光が当たらないようにしましょう。ゆっくりと体をベッドに委ねます。体がどんどん重くなってベッドに沈み込んでいきます。今のあなたは一番ぐっすり眠りにつくことができるポジションにいます。一日中あなたの心の中をたくさんの思いや考えが駆けずり回っていたでしょう。心に残っている雑念をゆっくりと手放して、心の中の大掃除をしている、そんなイメージです。鼻から深く息を吸って、吐いて、もう一度深く吸って、今度は口から吐いて、最後にもう一度深く長く吸って、口から吐いて、自然な呼吸に戻します。息を吐くたびに、あなたの中にある記憶や思考、意見、心に引っかかっているものすべて、一つずつ優しく手放しましょう。空気で未来の悩みや不安を手放していきます。それを空気中に溶かしていきましょう。未来は誰も見たことがありません。今は誰にも答えは分かりません。次の吐く息で、あの時ああしていればという過去の後悔や怒りを手放します。すべてを水に流して、過去は過ぎ去ったものです。誰も戻ることはできません。ベッドがあなたを優しく包み込み、
ゆりかごの中の赤ちゃんのように、あなたは今守られ安心しています。何かを期待したり決めつけたり疑うこともなく、重力と今あなたが横たわるベッドの安らぎがあなたをさらに深い眠りの世界へと誘います。それぞれの体のパーツが、関節が、筋肉が、だんだんとリラックスしてほぐれていくのを感じてください。ここは安全で守られていて平和に包まれたあなただけの場所です。ここにはあなたがしなければいけないこと、抱えなければいけないこと、ならなきゃいけないものは何もありません。今この場所でただリラックスしてあなたの心と体を休ませてあげましょう。あなたはだんだんとこの安らぎの中に落ちていきます。腕や手の軽さ、そして頭や首の重さを感じて、胸やお腹は柔らかくなっていきます。足や太ももはリラックスしていきます。穏やかな湖を見つめるようにあなたの呼吸を感じていきましょう。夜の水面に何万もの波紋が次々と生まれています。まるで月を映し出す鏡のようです。この安らぎに身を委ねていきましょう。平和で心地よくてリラックスしています。呼吸がゆりかごのようにあなたの体をゆっくりと
優しく揺り動かします。穏やかな夢がシルクのブランケットとなってあなたの体を包み込んでいきます。心と体、そしてあなたの意識の動きもストップして、今ある安らぎにただ身を任せます。あなたは深く、心地いい眠りに落ちていきます。まるで月を映し出す鏡のようです。この安らぎに身を委ねていきましょう。平和で心地よくてリラックスしています。呼吸がゆりかごのように、あなたの体をゆっくりと優しく揺り動かします。穏やかな夢がシルクのブランケットとなってあなたの体を包み込んでいきます。心と体、そしてあなたの意識の動きもストップして、今ある安らぎにただ身を任せます。あなたは深く、心地いい眠りに落ちていきます。
それでは良い夢を。おやすみなさい。